って大統領厳しいかな。これはちょっと大統領厳しいかな。まあこれとね、こっちでもね探してみたけど残念ながらなしということで、まあ代わりにと言っちゃなんですけど、なんかここのそのお肉屋さんがオリジナルで作ってる焼肉のタレが売ってたんで、それを買ってみました。まあ、これ欲しければね、もうそれでいいやんってことになりますからね。あーでもなかなかないね大統領ということでね、まあドンキなんでね、まあいろいろと買ってきたんですけど、やはりねこれですよと。いやーもうこれで全ての疲れが吹き飛ぶんですよ。これから縄張りからよかって帰らなあかんねえからね。それを考えたらね、この辛い、ね、苦行に対してね、何が必要なのか、それは毒食いなんです。何が毒食いが素晴らしいってね、見てください、このサイズ。うん、今ね、いくらやと思う、これ、ドンキで。88円。昔は88円やった。ああ今はね、これ118円だ。ああ値上げしたわけですよ。でもね、大事なことを分かった。コカ・コーラさんは。ああコーラはちっちゃくなって値段を抑えたやん。ちゃうんやと。ドッグペのファンは値上げしてもいいや。この量が飲みたいんや。そのドッグペファンの心をちゃんと分かっとるか、まあ、コカ・コーラがあのサイズに統一したいんやから、本来は炭酸飲料であるこれとも統一したいであろうところをドッグペだけはこのラインで残した。素晴らしい718円、買おうやないかと。いやただその サイズを展開するあのなんだだってファンタも全部書いたやん。うん、でも確か350の時が700みたいなのあったでしょ。うん、まあ毒ではそこまでの需要ないですよね。毒ではこれが黄金比、うん、このサイズ、この大きさ、そしてこの握り具合でこの味、唯一炭酸飲料で私はうまいと思う。コーラ、元はコーラでしょ。パードミ、あなたは今ドクターペッパー様に対して何と申し上げた？なんだろう、あのスガキ屋をただのラーメンでしょみたいな言うたの、言う感じ今は。まあスガキ屋は庶民的なラーメンや。うん。うん、庶民的なラーメンやから、それはただのラーメンというのはね、まあ間違ってはいないや。うん。うん、ドクペなんでコーラでしょ？それはダメな。どれくらいのあれかなっていうとね、どうそうだな、広島人に対して広島焼きっていうぐらいの冒涜かな。いっちゃいそうだな。まあそれぐらいの冒涜だね。うん、ちょっとあのドクペファンクラブのところで言った瞬間に命はないと思った方がいいレベルだね。なしてその、なんて言ったらいいのかな？うどんとそばね、はい、あってね、うん。いや、うどんもそばもどうせつゆなんてどうせ同じでしょとか、専門店で言うようなもんよ。私ならいいかね。もう、バカ舌なんでね。俺もバカ舌だけど、それでもわかるこのさ、圧倒的な違い。ドクペさん、まあうまい、まあうめえ。コーラはね、俺正直好きじゃないもん、あんまり。たまには飲むけど、たまには飲むけど、どっちかというともう眠気覚ましでドクペもね、でもたまには飲むかって飲んで、あめえってなるんだけど、あと炭酸きつーってなるんだけどね。ドクペ様はまずね、炭酸が弱いのよ。あ、それはいいね。その炭酸は苦手だから。だからごくごく飲めんの、一発目から。コーラとかさ、一つ組でからさ、ごくって飲もうとするとさ、炭酸強くてさ、うんってなるやん。なるそれがないの、ドクペは、はいはい。優しいの、飲み口が。かつね、甘さもそこまで甘くないのよ。うん、まあ、多分砂糖はたっぷり入ってるのは入ってるよ、なんだけど、はあ、回復した、
まあ残念ながらちょっとね、まあ、このとりあえず、大統領っていうところはちょっと見つけられずというね、落ちになりそうなんで、うん、まあこの後一応帰り際、うん、伊賀の方回った方のがいいのか、これ名阪国道に入ってくるようなイメージで、まあそうね、伊賀経由で行くねのがいいよね、うん、プラントに行く価値はあると思う。行くか、あそこ夜遅くまでやっとったっけ、プラントって。おそらく待って、プラントの場所どこやったっけ。ここでが中洲インターやから、行き過ぎとるで、22時まで行けるな。プラントも結構ね、近畿に展開してるわけだから。あれ大阪あった、プラントって。なんかこれ見るとね、あるよ。あるんだ。あ、木津川とかにもあんだね、うん、高島にもある。行ってみるか。まあ、いざとなったらもうあそこでバーガー食って夕飯にしてやいいし、どっちにしろ行った方がいいもんね、伊賀の方に、うん、で名阪国道で帰った方がいいもんな。そうね、ではプラントに最後に行きますか。はい、しれっと言うときはまあまあ距離なんでね、はい、長い旅ですんでね、まだまだ続きますんでね、覚悟しといてくださいね、本当、コカ・コーラはもうコカ・コーラゼロを全てなくして独自にすればいいと思うんだよな、俺。過激派や。いや、ほんと、ほんと絶対的なことやったか。あれか、あまりにもポテンシャルが高すぎるから、あれかな、ちょっとコーラ実食してんだろうな。あー、これだね、本格的に展開したらもうペプシ息の根止まってしまうもん。かわいそうやから、うん、毒ペンはある程度抑えてな、やったらとな、まあ、アメリカでやるの試合で負けとるんやから、もともこもない気もするけど。プラントになければ、伊賀上野のラムーってどう思う？ラムーはないと思う。あ、そうなんだ。ラムーって、うん、基本直営や、うん。で、ラムーの四日市って流通が西なんよ。だからどん兵衛とかさ、西根とか置いてるやんと、うん、ってことはもう伊賀のところも同じ流通網で入ってるのは間違いないから、ってことはないかなっていう、ほぼ隠れないと思う、ね、ラムーだったら伊賀だったら24時間だからいつでも行けるしね、あとはパッて思いつくところはないな。滋賀で探した方が早そうだな、これ、うん、岡山ってことは流通的には滋賀に入っとってもおかしくはないからな、うん、なるほどな。まあまたちょっとさ、大統領を探す旅はまたおいおいと、このじゃんけんシリーズ、これじゃんけんの旅シリーズだったっけ。多分動画のシリーズの中のちゃんとじゃんけんやってたの多分1割未満だと思うよ今回。うん、うん、まあでも1割はやってたね、2割ぐらいやってたかもしれない。じゃんけんの旅シーズン2ハテナにしとこうかな。じゃんけんかっこハテナの旅にしようかな。もう編集泣かせだなと思うわ。いや、もう旅に出すと思う。こんな細かい編集入れとれるか。まあとりあえずじゃあプラント向かっていきましょう、はい、まあ時間も時間やしね。あれだよ、このまま今晩帰ってから夜通し編集作業してあれだよ、朝ゴミ捨ててから寝るという、なかなか超興奮だからな。なんか途中で寝落ちしそうやけど、出口どっちだろうね。あ、